おはようございます。おはようございます。はい、それでは。おはようございます。1月2日。まあ、明けましておめでとうございます。まだ、行ってない、挨拶してない方もいるかもしれません。明けましておめでとうございます。今日の御言葉。1月2日月曜日、主は人の一歩一歩定め、身旨にかなう道を備えてくださる。詩編37編23節。If you do what the Lord wants, he will make certain each step you take is sure. If you do what the Lord wants, he will make certain each step you take is sure. 主は人の一歩一歩を定め、身旨にかなう道を備えてくださる。私たちの、信仰の、歩みはですね、神様が、一歩一歩確かなものにしてくださる。神様と共に歩むならば、イエス様と共に歩むならば、私たちの道は確かであるという、私たちは、信仰で歩むときに、イエス様が助けてくださる。確かに、ね、確かな道を備えてください。私たちは、今日はやっぱりお正月ですから、ほとんど人がいない。空はどんより曇ってますね。空はどんより曇っております。ほとんど人も車もないという、まあある意味で放送しやすいですね。人がいない。宮子さん、おはようございます。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。昨日の礼拝の時も言いましたけど、お正月というのは、ね、もう始まりということですが、私たちはイエス様を信じて新しい、永遠の命が始まりました。そして、再臨の時が本当の始まりだということですね。ゆうさん、おはようございます。かおりんさん、明けおめ。明けおめ、よろ、ん?よろ、何でしたっけ。明けおめ、ことよろかな。明けおめ、ことよろ。ことよろは、今年もよろしくお願いしますね。明けおめことよろ。まあ面白いですね。日本人っていうのはなんかそういうちょっと言葉遊びというか、私も言葉遊びしますけど、言葉遊びをします。ですね、今日の朝、ね、今日の朝、何時ぐらいかな、4時ぐらいかな、ヨシさんから電話がありまして、で、とてもいい話、あれができました。ね、信仰結婚をするという、純潔を守って、信仰結婚をするということと、それから、ギャンブルをね、良くない、ギャンブルをしたくなくなったという話を聞きました。嬉しいですね。ヨシさんがですね、信仰で、信仰がですね、こう芽生えてきて、信仰が芽生えてきて、本当に変わってきた。ヨさんがそういう信仰的になったことは素晴らしいことだと思います。そして、もう一つ素晴らしいことは、あ、楠山さん、明けましておめでとうございます。楠山さん、明けましておめでとうございます。これは、
パンジーですね。綺麗なパンジー。そして、シャコバサボテンが咲いてきましたね。やっと咲いてきました。それから、これシクラメン。シクラメンが綺麗ですね。シクラメン。良さが本当にこう変わってきたことは素晴らしいです。そしてそれを見ているリスナー、予算を知っているリスナーがたくさんいるわけですね。そのリスナーがですね、予算が変わってきているのを見て、証になっていると思うんですね。あ、本当だ。イエス様を信じると変わるんだ。イエス様を信じると本当に、その人が変わるんだ。その人の心が変わる。本質が変わる、うん。その人の言葉が変わる。その人の態度が変わる。もうこれはですね、誰も弁解のしようがないほどの証ではないでしょうか。そういう意味では非常に嬉しいです。とても嬉しいです。もっともっと、ね、もっともっと変わると。今年こそ、もっともっと変わるんだ。もっともっと、ユスさんが変わると。そういうふうに、信じます。皆さんもね、それを見て、皆さんも励まされると思います。ですから2017年、皆さんも、信仰によって変わります。皆さん、皆さんも信仰によって変わります。去年よりもっと信仰が成長すると信じます。またしたいと思ってください。あなたに導いていただかなければ僕はどうやって生きていったらいいのか。はい、今日の御言葉あったでしょ。イエス様が一歩一歩、イエス様が一歩一歩ね、その皆さんを導いてくださる。イエス様が一歩一歩、確かに一歩一歩導いてくださると、信じましょう、ね。私たちは一人で歩んでいるのではありません。私たちは以前は一人で歩んでました。私は自分の力で、自分一人で歩んでました。ね。しかし今、私たちは一人で歩んでません。私たちはイエス様と一緒に歩みます。そして、イエス様により頼みます。ね。すべてのことを委ねます。そしてイエス様の教えで歩みます。自分の考えじゃありません。この世の考えじゃありません。欲で私たちの本質は変わりました。私たちはもう欲という本質、罪という本質から、私たちは信仰という本質、神の愛という本質、イエス様という本質、私たちの中にイエス様がいるんです。私たちの中に神様がいるんです。皆さん、本当なんです。私たちの中に神様がいるんです。イエス・キリストを信じたから。イエス・キリストを信じたから、私たちの中に聖霊様が来たんです。聖霊様が来たんです。ですから、私たちは神の子になったんです。ですから、神の子として歩みます。すべてのこと、ね、神の、子として会います。今日はちょっとどんより曇っていますね。ここにですね、パンジーの好きな家がありまして、パンジーだらけの家があります。毎年ちょっとお見せしてますが、私もちょっと
お見せしましょう。パンジーだらけの花ですね。はい、ここですね。今年はいつもよりもそんなでもないですね。いつもはもっとすごいんですけどね。いつもはもっとすごいけど、今年は何か、あまり元気がない。あまり元気がない感じですね。これからでしょうね。これから大きくなっていくのでしょうね。まだ植えたばっかりという感じでしょうかね。これから。ニコ生映ってません。あ、ほんと？ニコ生映ってない。ほんとですか。ニコ生が真っ黒？ごめんなさい、どうしてでしょうかね。おかしい、ちょっと待ってくださいね。ニコ生が真っ黒だっていうことで、ちょっと待ってください。皆さん、ニコ生映ってませんか？ニコ生映ってない。ちょっと待ってください。おかしい。ではな。はい、ごめんなさい。ニコ生映ってないみたい。ほんと。じゃあちょっとニコ生もう一回やりましょう。ごめん。はい。すいません。ニコ生が映ってなかったようで申し訳ありません。すいません。なんか、私の方はですね、ニコ生ずっと放送してるようになってるんですけど、何か、ニコ生は、映ってなかったようでごめんなさい。何分ぐらい映ってなかったんでしょうか。何分ぐらい映ってませんでしたか。ごめんなさい。気がつかなくて。はい。10分映ってなかった。11分ずっと最初から映ってなかったですか？本当？ 11 分。今までずっと映ってなかったんですか？あらまあ。申し訳ない。申し訳ないですね。ごめんなさい。初めから映ってない？あらまあ。そうですか、ごめんなさいね。すいません。ですね。どうして映ってなかったかちょっと分かんなかったんですけど、申し訳ありません。私の NLE っていうのがありましてね、ニコ生ライブエンコーダーっていうのもあるんですけど、それはね、放送してるようになってたんですけども。ですから、ずっと放送なってるとばっかり思ってました。申し訳ありません。原因はわかりませんが。申し訳ありません。はい。はい、申し訳ありませんですね。でもまあ、LINE ライブやっててよかったですね。もう二つやってるとですね、片方がダメでも、片方の方で見えるという、まあ、良さもありますね。はい。それでは、そうですね。やっと気づきました。ごめんなさい。でも初めてですね。そういう、なんか、NLE がうまくいってて、放送ができてないっていうのは、初めてだったと思うんですが。こういう事故の場合の連絡方法、電話ね、来てたんです。携帯の方に連絡があって、教えてくれた方がいますね。すいませんでした。
まあ、こういうこともあるんですね。こういうこともありました。はい。多分ですね、途中で切れた場合には、まあ、わかりやすいんですけど、最初から切れてる場合には、ちょっと、わかりにくいかもしれませんね。はい。素早い対策は、はい、ごめんなさい。素早い対策が必要ですね。はい。それではですね。まずちゃんと謝りなさい。申し訳ありません。ごめんなさい。ニコ玉が、止まっていたということで、本当に申し訳ないです。すいません。コメントの、コメントは流れてたんですよ。コメントは流れていたので、それで分かったんですが、ちょっと休憩。こういう、今日はこういう空ですね。どんよりした空。雲が多いですね。まあでも、雲が多いせいで、今日はそんなに寒くないですね。快晴だとね、空がもう雲が全然ない快晴だと逆に寒いんですよね。で、雲があるとですね、まあ、その毛布の代わり、まあ、雲毛布と言ったらいいでしょうか。雲の毛布で、まあ、あったかいっていうことがありますね。まあ、そういうわけで私たちは、ね、いつも神様に守られている。神様に導かれている。皆さん、私たちはですね、いつも笑顔ニコニコ、キューボクシー、ありがとうございます。私たちは、イエス様に守られて歩んでいます。イエス様の、まあ、愛というか、皆さん、信仰というのはそういうことです。信仰というのはですね、イエス様に守られて歩む。イエス様と二人三脚。私たちは、人として、人間として、すべての人ですよ。皆さん、すべての人は神様が必要です。すべての人にね、イエス様が必要なんです。子供にはですね、小さな子供は親が必要でしょ。小さな子供がですね、なんかその辺の道をですね、一人で歩いてるのは危ないですね。小さな子供がですね、もうたった一人で歩んでたら危ないです。小さければ小さいほど危ないでしょう。それと同じように人間もですね、一人で歩んだら危ないんですね。人間は、神様と共に歩まないとダメなんです。牧師、明けましておめでとうございます。今年こそイエス様に弟子入りです。アメン、アメン。私たちは本当に、今までは、自分の力で生きるんだみたいな、そういうことでしたけど、私たちは、イエス様と共に歩む。イエス様と共に歩むということですね。それがとても大事です。はい。それがとても大事です。ハワイに遊びに行くお金どこにあったんだ。それは息子の、費用ですね。私の費用ではなくて、息子の費用で行きました。今年はもうリバイバルが起こるとか断言しないようにしましょう。私たちはですね、今年こそリバイバルが起きる。今年こそリバイバル起きる。これはですね、一種の、まあ、宣言の祈りと言いましょうか。信仰なんですね。イエス様は今年こそリバイバル起きます。リバイバル起きますってこう祈るわけです。それは、必ず起きるということではなくて、起きてほしい。
起きるという、そういう宣言の祈りというのがありまして、ね、私たちは、今年こそリバイバル、今年こそリバイバルと宣言していくわけですね。断言とちょっと違うんですね。宣言というのがありまして、私たちは、信仰というのはね、信仰的なことを宣言していく。信仰的なことを宣言していく。2017年、リバイバル来るかどうかはもちろんわからないわけですね。それは神様のお御心です。しかし私たちは、ね、今年こそリバイバルと、ね、宣言していくわけですね。それが大事なんです。ね、リバイバルが起きると、ね、期待するというか、来てほしいというか。ですから、再臨も同じですよね。その、再臨が、いつ来るかわからない。再臨がいつ来るかわからない。しかし、ね、その、今年再臨来てほしいというわけじゃないですね。でも、再臨が近い。再臨が近いと、私たちは、その、宣言していくわけですね。それが、とても大事だと思います。はい、そういうわけで、皆さん、まず私たちは2017年、私たちはこの素晴らしい年になると宣言しなければなりません。イエス様がね、私たちは、イエス様が素晴らしい方です。イエス様が良い方です。ですから、今年は良いことが起きると信じるわけです。多くの人はね、ネガティブに考えてしまいます。しかし、私たちは信仰でポジティブに考えます。なぜ信仰的にポジティブに考えるかというと、神様は全知全能ですからね。神様は全知全能ですから、私たちは、ね、ポジティブに考えるわけです。ポジティブに考えるわけですね。はい。そして、私たちは、期待するわけですね。期待して、本当に、神様の栄光を見るのです。神様の栄光を見るのです。期待して、期待して、期待して。期待して歩むのです。葉は神だとはっきり聖書に書いてあるじゃないですか。その言葉はね、定冠詞がついてて、ザワードということなので、単なる言葉じゃないんですね。単なる言葉じゃなくて、イエス様のことなんですね。その神の言葉を言ってるお方というニュアンスです。だから、言葉は神であったというのは、ね、イエス様は神であったということなんですね。単なる言葉ではありません。ザワードですね。ザワード。にゃんこさん、今年も予言が楽しみです。今年も予言が楽しみです。アメン。どんな予言が、あるでしょうか。そうです。カリスマの特徴は予言を、重要視するというか、予言を重要視します。聖書も予言ですね。旧約聖書も予言だし、新約聖書も予言があります。そして、なおかつ、この20世紀の予言、21世紀の予言、いろいろ予言があって、その、カリスマの予言者、ちょっとね、景色をお見せしましょう。今日は天気じゃないですけど、空を、曇りの空ですけど、
こういう天気もあるということです。まあ、晴れ、曇り、雨、風、雪、いろんな天気がありますが、私たちは、この世の中の中で、いろんな状況があるということだと思いますね。私たちの人生も、ね、嵐の時もあれば、曇りの時もある。しかし、どんな時でも信仰で歩む、どんな時でも、ね、イエス様と共に歩む、それが大事だと思いますね。それが大事です。イエス様と共に歩む、イエス様と共に歩む、私たちは確かなステップ、天国へ向けての確かなステップ、永遠の命への確かなステップ、信仰による確かなステップ、信仰による確かなステップ、それが大事です。ですから皆さん、今日のね、今日は今年初の外配信っていうテーマなんですが、今年の初の外配信、今日もね、まあある意味で昨日が一歩ですが、昨日は一歩、今日は二歩、明日は三歩、信仰で一歩一歩、ステップバイステップ、信仰によるステップバイステップバイフェイス、ステップバイステップバイフェイス、ステップバイステップウィズジーザス、ウィズアロード、主と共にステップバイステップということでしょうか。イエス様と共にステップバイステップ、皆さん、私たちは日々がステップバイステップですね。日々がステップバイステップ。そして私たちのステップ、私たちの道、私たちのこのいろいろなことは全部主が用意されてるんです。偶然ではないんです。今日私が歩く道、今日私が話す言葉、今日どういうリスナーが来るか、全部主が設定されているんです。主の計画なんですね。主の計画、主の計画の中でいろんなことがあるんです。私たちの人生は、私たちの人生はね、主が計画されている。主が、私たちをね、主が、私たちの道を確かなものにされる。ベンチ。ちょっと休憩。主が私たちの人生を導いてくださいます。皆さん、主に委ねてますか？何も心配しなくていいんです。大事なのはイエス様と一緒にいるということです。イエス様と皆さん、ね、皆さんの横にですね、こうイエス様がおられるとしますね。本当はいるんですよ。イエス様を信じる人の横にイエス様がおられます。イエス様が一緒にいるなら、私たちは何も心配しないじゃないですか、ね、イエス様が一緒にいて何か心配しますか？しませんね。目に見えませんが、ね、イエス様がここにおられると信じましょう。まあ本当に本当に言ったら、私こうなってこうイエス様ってこうなるでしょうけど、まあ本当にイエス様がいると、いう気持ちを持つ必要があると思いますね。イエス様がいたらね。どういう態度を取るかちょっとわかりませんが、
イエス様が横にいたらもう心配しない。恐れない。悩まない。ね。皆さん、喜ぶことができますね。私たちはそういう、いつもイエス様がいるということを、ね、こう覚えるというか、確認するというか、信じるというか、そういうことの中に神様が働き、いろんな不思議なことが起きます。超自然的なことが起きます。信仰によって不思議なことが起きます。信仰によってですね、祝福が来ます。信仰によって問題が解決していきます。神様の、その力が手に取るように見えてきます。神様の力がですね、こう見えるような形で現れてくるんです。神様は見えません。しかし神の力を見ます。ぜひ皆さんも、2017年、今までと違う生き方、新しい生き方、信仰による生き方、その、さらに、こう、信仰のレベルアップ、まあ、霊的なレベルアップ、さらに次のステップ、ね、皆さん、もっともっと、私たちは、イエス様に近づきましょう。もっともっとイエス様に近づいて。はい、じゃあ今日、明石タイムの時間ですね。あ、音声乱れてきた。じゃあですね、ちょっと、LINE ライブの方、ね、もう一度ちょっとリセットします。ちょっと待ってくださいね。ちょっとリセットしますからね。ラインライブ、時間が経つとですね、なんか音が乱れてくるらしいんですよね。音が乱れてくる。はい、これでいいです。はい、にゃおこさん、リセットしましたので、また乱れたら教えてくださいね。また乱れたら、あ、画像が出てない。また音が乱れたら教えてください。またリセットしますのでね。はい。それではですね、明石タイム行きましょう。ね。明石タイム。じゃあですね、そうですね、今年の抱負、明石タイム。2017年、今年は、信仰的な抱負ですよ。信仰的な抱負、明石タイム、スタート。信仰的な抱負を書いてください。2017年、信仰的な抱負、明石タイム。スタート。初詣に行った人は呪われたと思う。ヨスさんもですね、4日に初詣に行くって言ってましたけど、私が行っちゃいけないと言ったら行かないそうです。よかったですね、間に合いました。2017年、新たなイエス様元年になるよう祈ります。アメン、アメン、アメン。今年はニコ生ではこの放送しか見ない決心をしました。アメン。初詣で呪われるところだった予算を救った。教会から離れない年にしたいです。ヒカルさん、アメン。アメン。教会から離れない年、アメン。隣人に優しくありたいと思います。アメン。
予算変わりましたよ。予算変わりました。今日話しました。初詣に行ってしまった人々が許されるように祈ります。それも大事ですね。あたいも今年イエス様のために頑張って生きるよ。アメン。楠山さん、今年はイエス様に支配される人生になりそうで、怖くもあり、期待もあります。いや、怖がらなくていいですよ。期待してください。期待してください。イエス様は良い方です。イエス様は良い方ですから、支配されましょう。カルトなのはキューちゃんじゃなくて、悪コメをしてるリスナーだと確信した。アメン。ルカさん、おはようございます。ルカさん、おはようございます。にゃこさん、今年は家族が初詣に行かなかったです。神様の導きに感謝します。アメン。アメン、よかったですね。素晴らしい。アメン。去年はほぼ毎日叩いていましたが、少しずつ信仰込めを打ちます。アメン。アメン。靖国神社にも行かない方がいいですか？行かない方がいいです。神社は行ってはいけないのですか？神様はどこにいますか？皆さん、神様は一人しかいない。その神様はどこにいるんですか？本当の神様はどこにいるんですか？その神様のいるところに行くべきでしょ？神様を拝みに行くんでしょ？本当の神様はどこにいるんですか？ユウさん、毎日イエス様と共に生活したいと思います。アメン。アメン。イエス様が神様なんです。ね。イエス様が神様。イエス様のいるところに、礼拝に行きましょう。イエス様がいるところってどこですか？競馬に行くのをやめ、日曜礼拝を見るようにします。アメン。イエス様はどこにいるんですか？イエス様はどこにいるんですか？モロン教はですね、私たちはキリスト教三大異端の一つと、キリスト教三大異端というのは、モノミノとエホバの証人のことですね。モノモン教、統一教会、これをですね、キリスト教三大異端と私たちは言っています。にゃおこさん、今年は LTL に行けるように願います。アメン。楠山さん、キリストにあるユーモアが入れるようになりたいです。アメン。はい。今年の抱負どんどん書いてください。今年の抱負ですね。
今年の抱負。はい、今年の抱負。AV 見るのをやめる。あ、いいですね。AV 見るのをやめる。いいです。信仰をもっともっともっと理解できるようになる。アメン。しかし、いろいろと勉強に、キューちゃんの放送は勉強になります。悪コメをやめれば、俺も変われるはず。そうですね。今日のですね、言葉ありましたけど、その前後にはですね、やはり正しいものは受け継ぐ、地を受け継ぐ、悪いものは滅ぶと、聖書にはそう書いてあるんですね。正しいものは長らえる、悪いものは、滅びると。聖書の原則はそういうことなんです。それを新約的に言えば、イエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて、イエス様の教えに従うならば、永遠の命を受けるけれども、イエス様を信じないで、罪のうちを歩むならば、滅んでしまう、地獄に行ってしまうということですね。そのことはもう本当に、私たちも伝えていかなければなりません。多くの人はそのことを知らないで滅びに向かっています。多くの人はイエス様を知らずに生まれつきの罪人のまま滅びに向かっています。そういう人たちを、私たちは救う必要があります。ですから、この放送はたくさんの人たちを、にゃこさん、今年もたくさんの油注ぎを求めます。アメン。くすやまさん、母親が良くなって病院から帰ってくると信じます。アメン。アメン。素晴らしい。アメン。たくさんの油注ぎ、リバイバルというのはもう油注ぎがもう半端なく来ること、油注ぎが半端なく来ること、これがですね、リバイバルではないでしょうか。ね、なんでエホバやモルミの塔はいいんですか。いや、三大異端ですよ。キリスト教三大異端ですね。ヨスさんは誰にも電話がつながらないので、キューちゃんにかけた可能性が高い。いや、それでもいいんですよ。以前のね、電話と全然違うんです。今日のヨスさんとの電話は非常にいい電話でしたね。くすやまさん、回復の時は来る。回復の時が来る。アメン。アメン。神様は全知全能です。全知全能です。神様に不可能はありません。私たちはその神様の愛と神様の全知全能を信じて、神様に不可能はないので、私たちは、
祈ります。信じて祈ります。ね、信じて祈ります。素晴らしいことが起きます、ね。素晴らしいことが起きます。素晴らしいことが起きます。素晴らしいことが起きます。すいません。存在異端はダメという認識でいいんですね。まあ、異端というのはですね、まあ、気をつけなければね、その、異端じゃない教会を異端だと言ったらとんでもないことになっちゃいますから、私たちは本当に、教会を異端というふうに、極力裁かない方がいいと思います。その、さっきの三大異端というのは、結局、三位一体ですね。三位一体。特にですね、三位一体を否定するということ。つまり、イエス様が神じゃない。イエス様が神じゃないということにおいて、私たちは異端だと言っています。私たちは、イエス様こそ神であると。イエス様こそ神であると。そのように、私たちは信じているんですね。三位一体というのは、父子聖霊が神である。聖霊様も神である。父子聖霊が神であると、そのように信じています。にゃおこさん、悪米が年々減りますように。その代わりに信仰米、リバイバルがありますように。アメン、アメン。信仰米リバイバル、いいですね。もう信仰米だらけになってほしいと思います。信仰米だらけ。そうなってほしいですよね。証だらけ。証だらけ。信仰米だらけ。それが、大事ですね。それが大事です。今年はですね、今年は3つの、まあ、東京ですけど、3つの大きな教会があります、集会があります。5月にですね、ダニエル・コレンダ、ダニエル・コレンダの集会。で、8月にデビット・テイラー、デビット・テイラー。で、9月にですね、カルロス・アナコンディア、カルロス・アナコンディア、その三つの集会。まあ、関西ではね、選挙フェスタというのがありますけど、僕も電話していいですか？電話していいですよ。電話してください。関東、東京ではですね、5月のダニエル・コレンダ。ダニエル・コレンダはシーファンという団体ですね、シーファン。で、8月はデビット・テーラー。私はそのデビット・テーラーの委員会のですね、総務をしておりますね。総務の係で、そういう、委員会のですね、まあ、通知をする係です。そして、9月はカルロス・アナコンディア。アルゼンチンの伝道者ですね。その、まあ、三つの集会。まあ、ダニエル・コレンダさんはね、まだ、委員会に出てませんけど、その三つの委員会にね、関わっております。ですから、今年はですね、その三つの集会で、ちょっとお忙しになる可能性があります。鉄次。自我を少しでもなくし、世の中に少しでも役に立っているようにことを行いたい。哲司さん。アメン。自我を少しでもなくし、いいですね。自我を少しでもなくす。はい。
それではですね、何を話したらいいでしょうか。そういうわけで、3つの集会、また案内をします。集会が近づいたらまた案内しますけど、それぞれ良さがあります。ダニエル・コレンダさんの良さ、デビッド・テイラーの良さ、カロス・アナコンビアの良さ、ね、それぞれ良さがあります。まあ、他にも集会があるかもしれません。お正月なのでですね、全然人気がありませんね、まだね。まだ寝正月でみんな寝てるのかもしれないね。全然こう人気がありません。今年はどんな年になるかちょっと分かりません。ちょっと私が懸念してるのは、昨日言ったかな、ちょっとまだ放送で言ってないかもしれませんが、12月の先月の半ば頃、国連決議がありました。で、それは反イスラエル法案と言いましてね、まあ、イスラエルに対して、まあ、なんて言うんでしょうかね、西岸地区の住宅建設をやめなさいというような、そういう反イスラエル法案なんですが、それがですね、いつも毎年はアメリカの拒否権、アメリカの拒否権発動で、可決しなかったんですけど、ちょっと放送で言ったかな、オバマ大統領がね、任期3週間前にイスラエルを裏切って、拒否権を発動しなかったんです。ということは、それが可決しちゃったわけですね。国連の反イスラエル法案が可決してしまった。まあ、それはイスラエルにとってはものすごいショック。イスラエルの一番の親友であった、一番のサポートであったアメリカが、イスラエルを裏切ってしまった。これはですね、トランプ大統領は親イスラエルですから、どんな風になっちゃうかわかりませんが、まあ、実質ですね、トランプさんが、また次の拒否権を発動するならば、大きな問題はないと思うんですが、問題は日本です。ね、日本はですね、国連決議で賛成しちゃったんですね。反イスラエル法案に日本は賛成を投じてしまった。そうなると皆さん、去年のですね、ヘンリー・グルーバー。皆さん、ヘンリー・グルーバーの予言覚えてますか？ヘンリー・グルーバーの予言は、日本が、ね、反イスラエル法案に、賛成すると、日本に大地震が来るという予言があったんですよ。で、今回それが適用するかどうかちょっとわかりませんが、日本は反イスラエル法案に賛成してしまったので、ちょっと近々大地震が来るかどうかちょっとわかりませんが、ちょっと私の一つの懸念ですね。一つの懸念です。それぜひ皆さん祈ってくださいね。大地震が起きないように、日本に大地震が起きないように、ぜひ皆さん祈ってください。最近私が言ってるように、私たちは
イスラエルを呪ってはいけないんですね。イスラエルを呪ってはいけません。私たちはイスラエルを祝福する、イスラエルを祝福する、それがとても大事だということですね。皆さんが、ね、イエス様を伝道している、ね、まあこの放送って言ったらちょっと語弊があるかもしれませんが、この放送を祝福してくださるならば皆さんは祝福されます、ね、イエス様を述べ伝えているこの放送を皆さんが呪うなら呪われる、それは言えるんですよ。聖書にそういう箇所があります。あなた方を私の弟子だとして、受け入れるならば私を受け入れるとあります。つまりイエス様を、ね、受け入れているイエス様の弟子である私を受け入れるということはイエス様を受け入れることです。ですからぜひ皆さん、イエス様の弟子だということで、イエス様の弟子だということで私を受け入れるならば、皆さんはイエス様を受け入れることになります。イエス様の弟子だということで水一杯でも与えるならば、報いに漏れないと書いてあります。ぜひ皆さん、イエスキリストを信じる、イエスキリストを受け入れる、イエス様の弟子を受け入れる、それがどんな、ね、どんな素晴らしいことなのか、どんなに素晴らしいことなのか。イエスキリストを受け入れるということは神様を受け入れるということで、あ、もう時間来ちゃいましたね。時間、いつも最近は時間に無頓着なんですけど、今日の放送を聞いて、ね、イエス様を受け入れたい、イエス様の弟子を受け入れたい、そして、その神様に敵対するのではなく神様の味方になりたい、神様の味方になりたい人、アメンと言ってください。アメン。今年神様に素晴らしい報い、祝福を欲しい人、今年は悔い改めてイエスキリストを信じて神様の素晴らしい祝福、2017年の素晴らしい祝福が欲しい人、アメンと言ってください。アメン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 。天のお父様、感謝します。2017年2日目ですけど、今年、本当に期待します。素晴らしい祝福が来ると信じます。素晴らしい祝福が来ると信じます。イエス様、どうぞ、今、アーメンと言った方々を祝福してください。アーメンと言った方々が、素晴らしい、祝福を受ける、年となりますよ。素晴らしい祝福を受ける年となりますよ。今年は、さらに素晴らしい年になると信じます。いろんな良いことが起きると信じます。幸いがたくさん来ると信じます。あなたが全知全能だから、あなたが良い方だから、あなたと共に歩みます。今年、一人で歩むのではなく、すべてはあなたに委ねる。あなたと共に歩みます。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン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 。ありがとうございました。また夜、シャローン。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 アーメン。シャローン。シャローン。